まあダスキンというとダスキンとミスタードーナッツが代表されるんですけれどもまあ多くのお客,がお客様に認知をいいただいていますその中でまあダスキンの社内ではまあ社内とか加盟店もそうなんですけれどもまあ結構自由にこう仕事をできる環境に 自分としててやってるつもりなんですけどもなかなかあのどこまで浸透してるかわからないんですけども創業者は一、えーまあ、日一日とこう生まれ変わるチャンスなんだということを私たちにまあ示唆をしてもらっているとですからどこかその一部のものが決めてですね全てやっていくということじゃなくてやっぱりみんながまあ知恵を出し合ってみんながより良い会社にしていこうそしてよりよい お客様にお役立ちをしていこうという集団です。そういう面では一にも二にも、まあ自分を二の次にして周りの人をもう助けていくんだというまあ気持ちのこう集団であり続けていきたいなと思っております。あの日々まあとはいうもののあの問題があまあないわけではない。 ないんですけれども、まあ、全てに正直であり続けていきたいなという気持ちですねあとはまあこれから就職を希望される方とかですね、えー、もしおられたら、まあ、ぜひあのダスキンに声をかけていただいてそうすると北海道から沖縄まであるいはアジアも含めてですね 自分のやりたいことを発信をして仕事ができるということがあるかと思いますそれからあの私はよくえまあ亀田さんにどういうこう思いがありますかということを聞かれるんですけども私はこれはまあ高校の時に先生に教えてもらったまあ常にやっぱり志を高く持つことが必要だと思ってます 何事も使命感というか志を持ってそれを邁進することによってその仕事が成し得ていくし志が低いとどうしてもそこで止まってしまうので自分が限界だということを限界と思わずに常に高い志を持ってそこに努力をしていくと。かかしても またその次の高い志を持ってやっていくということによって、まあ、仕事を通じて、えー、が私は唯一人間形成ができるのが仕事の仕事場だなというふうに思ってますので、えー、ぜひまあ出す金あるいはどんな仕事についても志、えー、を高く持っていくということを願いたいなと思っております。